皆さん、おはようございます。24時間中14.4分、素敵な1%を共有しよう。この朝の1%の時間、素敵な気づき、発見、そしてチャレンジの場にしていこうという、うーアイアカフェの朝活ワンでございます、えー。本日もですね、お話は斉藤誠でございます。リハビリテーション専門職の教育、支援、そしてオンライン活用、さらに物語の研究などですね、して皆さんにお伝えしている作業療法士でございます。 えどうぞ今日もよろしくお願いいたします。はい。ということでですね、フィードバックの話をしようかなと思います。フィードバック。ね、えーまあ、久しぶりにこの話をするかなと思うところもありますが、で、まあ、今、臨床実習どうなってるのかなっていうのはね、まあ、たストップとかしてるんでしょうけどね。まあ、だったらね、えー、まあ後輩さんであるとかですね、 ま、あの、自分がこうフィードバックする相手っていうのはね、まあ、臨床の現場の中でたくさんね、いらっしゃるかと思いますし、逆に自分がフィードバックを受ける場合はですね、まあ、どうせならもうちょっとね、うまいことやってほしいんだけどねっていうところも含めてですね、このフィードバックのやり方っていうところを改めて確認しておけるといいのかなと思った次第でございます。さあ、ということでですね、まあ、せっかくなので、えー、正しいフィードバック、えー、あるいはこうね、効果的にフィードバックを行うということをですね、えー、今回、 気づいていただければ嬉しく思います。さあ、ではですね。まあ、まず順番にお話をしていきますと。まあね、まあ、フィードバックっていうことに対してですね。まあ、皆さんいろ,いろんな印象を持たれていると思います。まあ、やっぱりこうね、大変っていうね、えー、言葉はたくさん聞くわけで、まあ、ここもね、まあ、大変とは言いますけど、与えてと受けてというふうにね、分けて考えていってみても、まあ、どうしてもこうね、受けての ねえー、方の、まあ、負担が大きいんじゃないのかなというところはあります。いやいや、フィードバックしてやってんだからとかって言ってるんだったらもうアウトですよね。えー、フィードバックしてやってるっていうくらいだったらしなくていいですよって思うときもあります。まあね、えー、やはり一番ね、大切なことっていうのはね、まあ、受け手の人にね、えー、ちゃんとこう気づきにつながっていってほしいなってところではあるんですけど、ただ負担になってしまっているというんではね、 まあそれもそれで問題ありかなと思いますので、まあ、やっぱりね、えー、受け手の人にいろいろとお話を聞いてくると、まあ慣れない環境の中でちょっと辛いですとかね、まあ、プレッシャーが本当にこう迫りくるものとしてですね、まあ感じているところがあると。さらに毎日増える新たな課題の中でですね、まあどうにかこうにか、ね、毎日毎日新しい情報をね、詰め込みのようにどんどんね、聞いてくる。 まあ正直ね、過剰なストレスですし、オーバーワークの中でいろんなことされても結構辛いですというお話はよく聞きますね。まあ、この話してるだけでもですね、フィードバックって大丈夫かなって思っちゃいますよね。あまあ、そんな流れでもあるんですが、じゃあどの辺にね、まあ問題があるのかと言ったら、まあ実はこうね、お互いにこう、吐露感を感じてしまうところにあるんじゃないのかなと思うんですね。 ま、正直、こう、時間のね、えー、まあ、疲労と、疲労感というか、本当にね、ただただ浪費してるんじゃないかっていうようなね、印象を持ってしまうところがあると思うんですね。まあ、その辺もですね、まあ、実はこう、いろんな療法士の皆さんから、ま、お話を伺ってますんで、まあ、分けていってみようかなと思います。で、フィードバックってどういう印象っていうふうに聞くとですね、まあ、不明確で長いが最初に来るんですよね。<laughs> おっと、と。ね、まあ、確かにね、ちょっと辛いですね。 で、あとは、人や背景を考慮しないで、まあ、ガシガシ言われてしまうとかね。もうちょっとこうね、こっちが考えてることとか、組んでくださいよ、と。ね、まあ、フィードバックする側のね、こう、偏った意見に参りがちっていうのはよく聞きますね。で、まあ、ね、意味がないっていうふうに簡単に裁かれてしまうと。あとは、感情が入った否定的な内容ばっかりだよね、と。ね。 もうこの時点で、これはフィードバックなのかなって思ってしまうところありますね。さあ、さらにね、もっともっと、こう、今のはね、印象ですよ、あくまで。ね。印象、フィードバックの印象って何ですかって聞いた時に、今みたいな反応が返ってきたわけですね。じゃあ、今度はね、具体的に困ったことって何ということでね、聞いていってみたところ、まあ、受け手側の視点としてはですね、まあ、情報量が多すぎと。ね。えー、一気に大量の情報を詰め込まれるっていうのはね、辛いと。 あとは、話している意図が分からなくなる、ね。まあ確かにこれは辛いですね。何の話してるんですかってね、えー、途中でなってしまうのは結構きついですね。まあ、あとは正直覚えていられない。ね、一方的にこう、まくしられ、まくし立てられたりとかですね、まあ、言われるばっかりになってしまっていれば、それは確かにね、最初の方どんどんポロポロ抜け落ちていきますよね。 さあ、そして、あと話の方向が違うっていうのはね、これは、まあ僕も気をつけなきゃいけんなって思ったところなんですけど、まあやっぱりこうね、この件についてフィードバックを受けてたはずなんだけど、こっちの受け手側のを意図していることとか考えてたこととは全然違う方向に話がいっているんだけど、でも、バイザーに対して、あるいは、プリセプター、先輩に対して、 関係性が悪くなるんじゃないかなと思ってですね、指摘ができないそうなんですね。あ、これ、ね、あの、えー、与えて側のね、えー、配慮をしなきゃいけないとこだよねっていうふうにはね、ちょっと僕思いましたね。さあ、あとこれ大事ですよね。考察に客観的な視点で話をしてくれないと。ね。えー、上げ足取りばっかりで、実はその考察についての、ね、 えー、まあ、客観的な視点での意見が欲しかったんだけどな。でもね、してくれないんですよ。っていうふうなね、話を聞いたりもします。あ、これは確かにそうだなと。で、まあ、対して、えー、与えて。与えて側の人のね、えー、困ったことって意外と少ないんですね。好きな話ばっかりしちゃうからですかね。まあ、だから逆にね、こういう反応が薄い。っていうふうに言われるわけですね。 まあ、それはね、もう最初から立場がね、ええー、ついちゃってる中でフィードバックをされてってなってきたら、できな、ね、い。まあ、虚無じゃないですけど、ね、相手に、ね、どんな反応をしていいのかっていうのがわからなくなるっていうのも、まあ、わからなくないですね。さあ、そして、ええー、受け手の話がね、後でガラッと変わって、逆に反応に困ったっていうですね。え、それさっき全然ゆあの、情報として出してくれてなかったじゃんっていうね。 まあここはね、どちらかといえば、ね、フィードバックをするっていうところ、以上に、いろいろとこうね、まああのまあ、コーチングとかね、相談の中でも出てくる話なのかもしれないですけど、まあ、多分先ほどのね、えー、受け手側の、もじもじしてしまってというわけではないんでしょうけど、 関係性の悪化を、ね、恐れて、えー、話の方向が違っていることを指摘できずにね、最後まで言ってから、いや、実はって言って、えー、早く言ってよ、とね、まあ、最近の名刺の CM とかで聞くような話になっちゃうわけですね。まあでも、やはりですね、こう、割合としては、受け手側の人たちのね、えー、まあ、問題、問題というかね、困ったことの方が多いわけですね。まあ、ではですよ。ね え、ま、対策としてどんなことしていったらいいのかなっていうお話をここからしていきたいと思います。さあ、あねえ今までフィードバックということをテーマにお話ししてきて、まあ、ここから対策としてですね、まあ、正しい方法を効果的に行う方法というね、この二つに分けてお話をしていこうと思います。じゃあね、この正しい方法、まあね、一、えー、つ皆さんにこれは言っておかなきゃいけないことっていうのがあります。これはですね、フィードバックは鏡である。 っていうね、えー、この一言につきます、えー。フィードバックはですね、まあ、常にこう相手がいて、まあ、自分がいて、えーまあ、自分のこうね、えー、伝えたことっていうのがですね、もう鏡のように、えー、相手に、えー、ですね、こう、まあ、伝わる、まあ、初めて伝わるであるとかですね、まあ、自分の言ったことがそのままね、自分にも返ってくるものでもあると。でフィードバックは鏡のようにですね、えー、相手にちゃんとこうね、えー まあ、同じ動きをしてもらうくらいにですね、まあ、ちゃんとこう意図も含めて伝えていかないことにはですね、まあ、意味のないものになってしまう。まあ、ね、えー、まあ、あとはね、別な言い,言い方をすればですね、まあ、ストーリーの話を持ってこればですけど、ね白雪姫の魔法の鏡ってありますよね。で、魔法の鏡は、あれは実はね、客観的な事実だけを伝える鏡だったはずなんですね。で、えー、実は沖崎様の ねえー、妄想なんじゃないかっていう話もありますけど、えー、まあ、あくまで鏡はね、客観的な情報を映し返してくれる、ねえー。そういったものです。でも、そこに対して解釈を入れちゃったわけですね。鏡、ね、よ、えーねえー、鏡よ鏡、鏡さんと、ね。この世で一番美しいのは誰、ねえー、それは白雪姫でございますと。ね、鏡を返してくれたと。でじゃあ、そこに対してですね、えー、自分が2番ってことはありえない。 かもしれなかったのにね、えー、だったら白雪姫をね、えー、殺してしまえば私が一番になるじゃない。っていう解釈をしちゃったわけですよね。もうこれダメですよね。<laughs> ね、えーまあ、今言ったように、ねえー、フィードバックは鏡なので客観的な事実を伝えるっていうところが一番鍵になってくるわけですね。で、まあこれはね、面白いなと思ったんですけど、もともと軍事用語だったんじゃないっけっていうお話があるんですね。えーまあ、何かっていうと、 あの、大砲を、まあ、自衛隊のあの、番組とか見たことありますかねあの、カズレーザーさんとかが、こう、ね、なんかいろいろワクワクしながら話してるやつとかね、昔見た昔でもないか、ね、この前見たことありますけど、えー、大砲の、まあ、車種ですよね。の傍らに、双眼鏡で着弾位置をね、確認する役割の人がいるんですね。で、その車種に対して、目標から2マイル左にそれましたとかですね、えー、情報を、 返すわけですね。で、その結果を、まあ、あの、ねえ、受け手側がですね、受け止めてえ修正をしていく。だから、こう、フィードバックする側っていうのは、与えて側ですね。これはあくまで客観的な事実を伝えて、修正を促していくっていうところまでがまあ役割なんじゃないかと。 ね。元々の、ねまあ、語源と役割なんじゃないのっていうお話なんですね。あ、なるほどね。と。まあ、これは思ったところがあります。じゃあ、そうなってきたらですね。まあ、効果的に行う方法としてですね。まあ、ポイントがやっぱり縛られて、絞られてくるわけですね。まあ、ポイントは4つです。もうすぐにする、ね。主観を入れない。受け入れるかは相手に任せる。ね、これから行うことは相手に知らせる。ね。まあ、この4つです。 もうちょっとだけね、えー、具体的に、えー、まあどんな部分で言いうとですね、まあ、ポイント1のすぐにするっていうのはね、まあ、先ほどの,あの着弾位置もそうですけど、ね、敵が襲ってきてんのに、ねえー、さっき10分前くらい、ね、全然ずれたところ打ってましたよ、みたいなね。そんなすぐ言ってよって話ですよね。ねまあ、100メートル層の結果を、ね、明日伝えることはないよねっていう例などでも話,す話されるように、えー、フィードバックはすぐ行う。 っていうのがまあ原則と思った方がいいです。さあ、そして2番、主観を入れない。ね、これやりがちなんですけど、裁いちゃってることって多いんですね。まあ、先ほどのね、あの、受け手としての困ったことっていうところで裁かれてる気がする。ね、まあ、良い、良い悪いでね、まあ、判断されてしまうっていうところでは、これはやっぱり、まあ、単純にこう裁かれてしまってるだけなんですね、これは。 え、物を裁くではなくて断罪の裁くになってしまっているというところがまた困ったところです。でこれはもうね、えー、ある意味思考停止に近いところも出てきてしまいますんで、良い悪いでしかね、まあ、反応できなくなってしまうのは良くないわけですね。まあ、何より反発を招いてしまいますね。さあ、そして、えー、受け入れるかどうか。ね、これは、相手に任せる。 ね、これが鍵ですで。事実を本人がどう受け止めるのかっていうところをですね、これがまあ一番の鍵です。まあ、何よりね、強制したところで響かないんですよね。だからね、えー、もうポイントの3つ目は、えー、相手に任せるというかね、強制しないということです。さあ、そしてポイントの4つ目。これはですね、不意打ち禁止です。えー、じゃあこれからフィードバックするからねっね、えー、今日はこの内容についてお話しするけど、 おいろいろ考えたことある。ね。まあ、何かこう軽くジャブを入れておくというかですね。ねいきなり、あ、そうそう、あの時のあれだけどさ、って言いがちですけど、それやらないってことですね。あれじゃダメだよね、しかもさばいちゃってるみたいな。ほら、こここうしないとダメなんだからさ、こういうふうにやって。もう他の選択の余地なしみたいなね。一番ダメなパターンですね。まあ、そういうやり方をしないっていうことです。 ね、不意打ち禁止ですし、心の準備が受け手にとっては必要です。さあ、これらを踏まえてですね、じゃあ皆さん今日はね、えー、フィードバックをするとき、ね、どんな行動を心がけましょうかという話です。さあ,あ、ね、自分のフィードバックを振り返ろうということでですね、えーまあ、やっちゃいけない禁止事項はさっきのポイントと同じく4つです。ね、いつの話という顔をされてませんかね、えーまあ、こういう時は、 えー、その場、その時に伝える、まあ。そういうことを気をつけてやっていきましょう。さあ、そしてもう一つは反発されてませんか、ね、自分の偏った考え方を押し付けていないかどうか、ね。これは気にしてください。さあ、そして強制していませんか、ねえー、あくまで相手が主体です、ね。相手が受け入れるかどうかはもう相手次第になってくるんで、まあ、どうしてもですね、こう仕事上どうにかしなきゃいけないとかってなってくると、おそこはね、 まあ何度も繰り返し伝える。一回あの時言ったでしょっていうのはまあ通用しないと思った方がいいです、最初から。繰り返し伝えて、ちゃんとね、意図も伝えていくっていうことをしないとですね、まあ基本わかんないですよ。ね。でそこをめんどくさがらないっていうのは鍵になると思います。さあ、そして不意打ちをしていませんか、ね、心の準備をする時間をちゃんとあげましょう。さあ、この4つをやっていくだけでもですね、 気にしてフィードバックっていうことをね、していくだけでも、お皆さんの、皆さんの行う,こうフィードバックっていうものはね、がらりと変わっていくと思います。まあ、何よりですね、えー、最初の方にね、話題になったように、徒労感であるとかですね、えー、もう時間の浪費感なんていうものはね、感じなくなりますし、えー、あ、その話ね、ちゃんと受け入れた方がいいな、というふうにですね、受け手側も素直に、 フィードバックを受ける準備もできてくると思いますので、ぜひ気にしてやっていただければなと思います。さあ、ということでですね、今日はフィードバックの4つのポイント、ねえーま、効果的に行う、あるいは正しく行うためのポイントなどをお話をさせていただきました、えーま。こういったお話をさせていただくっていうところでもですね、やはり僕、いろいろとやりたいことがございます。ねえー、物語は人生を導くガイドである。 えこのね、物語というものをですね、もともと皆さん、両方詞だけではなくですね、誰もがね、自分の人生の主人公なわけですから、自分の人生を生きたいと思っている人たちにね、どんどん伝えていきたいと思っていますま。そのためにもですね、僕自身、今、このストーリーとナラティブっていうですね、この二つの視点でいろいろと発信をさせていただいておりますま。そしてですね、人の人生に関わる、まるに見る、 良い職業だと思うのがあ、えー、三大療法士、リハビリテーション専門職だと僕は思っています。えー、これからですね、えー、人生100年時代にもなってきます、えーえー。ちゃんとこう一緒に人生の先まで考えていける。まあ、そういったことができるような療法士にですね、えー、皆さんと一緒になっていけたらなと思いますので、まあ、これからですね、ワークショップであるとか、まあ、僕が考えた話であるとかですね、 え先人が培ってきた内容っていうものをですね、まとめて、またあの皆さんにお伝えする機会をどんどん作っていきたいと思いますので、ぜひこれからもですね、まあ、一緒に学んでいければ嬉しく思います。さあ、ということでですね、まあ、今日も良いよ,、まあ、よう、洋々と良い時間になってまいりましたのでね、えー、このくらいにしていきたいと思います。えー、暑い日はどうやら明日までみたいですからね、えー、土日は涼しくなるそうですから、えー、まあ今日の、今日と明日、ね、えー、体調崩さす 崩さないようにですね、気を引き締めてやっていきましょう。ということで皆さん、今日も一日頑張ってきてください。いってらっしゃい。